カーフマヌは、ハワイ王国を統一したカメハメハ一世が寵愛した王妃。カーフマヌは1768年、ハワイのマウイ島の東端の花で生まれた。父はケイアウモクで、もともとハワイ島コナの王の血筋だが、カヘキリ王に追い出されて、隣のマウイ島へ逃げていた。母はナマハナイカラレオカラニで、マウイ王のカメハメハ王家の腹違い兄弟の妻の血筋であった。カーフマヌが育った家庭には、後にハワイ島の王立ガバナーになるクアキに、マウイ島の王立ガバナーになるケイアウモクなどがいて、一緒に育った。彼女の父親はカメハメハが、ハワイ島での最初の戦いに勝つ際に援助して、後にマウイ島の王立ガバナーになった。彼は、娘のカーフマヌを13歳の時にカメハメハと結婚させた。カメハメハには、妻が何人もいたがカーフマヌが最も寵愛する妻で、彼女もカメハメハがハワイ島を統一するのに熱心であった。カメハメハ一世の死後、副王としてカメハメハ二世及びカメハメハ三世のクヒナヌイを務める。1819年、カメハメハ二世の母ケオプオラニと共にハワイ王国における土着信仰として尊重されていた禁令制度、カプを撤廃した。タブーの廃止は自由を享受した人々が増えた反面、従来の階層構造、社会経済を支えていた秩序の崩壊につながった。1825年、プロテスタントに改宗。ハワイ諸島からローマカトリック教会を排斥する。この思想はカーフマヌの死後も継続され、1837年12月18日には、カトリックの神父をかくまう者が後を絶たないことから、カメハメハ三世の名のもとに布教と信仰の禁止令が下された。1832年に死去。クヒナヌイの後任には、カメハメハ一世の娘にあたるキガウが就任した。ハワイ島の環状道路、ハワイベルトロードを構成するハワイ州道11号線のごく一部と、ハワイ州道19号線のカイルアコナから、コナ国際空港を通りカワイハイまでは広く改修されてクイーンカーフマヌハイウェイと呼ばれている。これはコナ国際空港からコナ地区及びサウスコハラ地区の各種リゾートホテルへ至る主要道路で、また毎年トライアスロンのアイアンマン世界選手権大会の自転車競技はこの道路を主に利用している。ありがとうございます。